どうもリンゴです。今年は海外俳優の直筆サインを入手したらこの動画でお見せしていたんですけども、今年はいろんなオートグラフを手に入れることができてよかったです。まあ、サインはショップで購入したり、また海外のバーチャルコミコンなどを通じて注文したり、またファンレターの返信でいただくこともできました。先日の東京コミコン2020ではマイケル・J・フォックスやミリー・ボビー・ブラウン、またダニエル・ラドクリフの直筆サインを注文したんですが、これらはまだ届いておりません。届いたら動画にしようと思うんですけども、特にダニエル・ラドクリフの直筆サインは僕が子供の頃から最も欲しかったサインで、今までたくさんのハリーポッターのキャストのあのサインを集めてきたんですが、ダニエルのサインはかなり慎重になっておりまして、できるだけこう自分で納得のいくあのサインが出てくるのを待ってたんですよ。今回の東京コミコンのハリコレで出されたサインはここ 2,3 ヶ月で書かれたベケット認証付きのサインということで、もうこれは買うしかないということで注文しました。ほんと高かったんですけど、もう自分の夢の一つでもあるのでここは惜しまなかったです。で、今回はですね、今年入手したオートグラフの中でも特に気に入っているものを3つ紹介したいなと思います。入手したオートグラフは全て僕の今の宝物なんですけども、その中で特に好きだったもの3つです。まずはこちら、ハリーポッターの、ハーマイオニー役のエマ・ワトソンさんの直筆サインとなります。大手オートグラフ専門店フェイマスサイン&ポスターから購入したものです。ハーマイオニーのポートレートにシルバーのペンでサインがされています。価格は、3万円ぐらいだったと思います。フェイマスサインは出品されているオートグラフ、価格帯が結構高めなんですけども、品揃えが豊富で、認定伊藤も、しっかりされているので、信頼感安心感がある、ショップなんですよね。買うならもうここしかないと思って、1枚購入してみました。こちら証明書等もしっかりしていまして、とても満足のいく買い物ができましたね。次に、こちらシャザムの、ザッカリー・リーバイさんの、直筆サインとなります。ザッカリーさんといえば、去年の東京コミコン2019で来日されたことで、記憶に新しいんですが、僕も撮影会に行って、写真を撮らせていただきました。本当にこやかで、もう誰にでもこう優しく接してくれるザッカリーさんなんですが、東京コミコンが終わった後にファンレターを書いて送ったんですね。その時にコミコンで撮った写真も同封したところ、なんとサインが入って返信がありました。アテナとシャザムのキャラクターの名前入りですね。俳優とのこのツーショットにサインをいただけるのはすごく嬉しいですよね。とても貴重な経験をしたと思います。またコミコンに来てくれると嬉しいですよね。3つ目はスターウォーズのアナキンスカイウォーカー役で有名な、ヘイデン・クリステンセンさんの、直筆サインとなります。ディズニープラスで配信予定のドラマオビワンケノービにダース・ベイダー役で、復帰すると先日発表がありました。このオートグラフは今年6月ぐらいに海外のエースユニバース主催のサイニングイベントで、注文していたものです。まあ、サイン自体が貴重らしくて、そして僕の名前までこう書いてくださっているというものすごく気に入っているオートグラフですね。このベケット認証が通っているのも、素晴らしいところですね。価格は3万5000円ぐらいで書いてもらいました。子供の頃からスターウォーズ大好きで、特にアナキンはシリーズの中でも特に大好きなキャラクターだったので、これはすごく嬉しかったですね。以上3つが特に気に入っているオートグラフです。来年もどんなオートグラフが入手できるのか今からワクワクしています。では今回の動画はここまで。じゃまたね。チャンネル登録はこちらからお願いします。